皆さんこんにちは。今回モンスターハンタークロス CM イメージキャラクターに大抜擢されたダイゴです。本当に僕自身もね、 YI 予約を急げって言ってましたけどね、俺が予約しに行かなきゃってね、 CM 見て思うぐらいね、ちょっとなんかこうモンハンをね、またすげえめちゃくちゃやりてえなと、モンハン早くやりたいなって気持ちになったんですけれどもね。で今回ね、発売機の CM、 これもまたねめちゃくちゃ最高のモンスターハンタークロス、もうすごくやりたくなる、そんなね最高の CM になってます。まあ普段のまあロックミュージシャンの DAIGO が、まあ、レコーディングだったりね、ちょっとこうリハーサルだったりっていう合間にやってるっていうですね、そういうまあ CM になってるんですけれども、いや本当にね、僕の普段やってる感じがそのまんま出てるっていう、普通に楽しんでたら撮影が無事終わってました。こんな幸せな仕事があっていいんでしょうか。そう思える最高の撮影でした。いや今回はね、モンスターハンタークロスからなんと狩技、そして狩猟スタイル、これがねもう本当に最大のポイントだと思うんですけど、まあね、今まで僕もモンスターハンター、プレイさせてもらって、狩りにね言ってたんですけれども、モンハンらしさちゃんと残しつつの進化、これをぜひ皆さん早くね体験してほしいなと思います。もうとにかく派手な狩技、もう正直まだね、まあ、僕 CM イメージキャラクターだけどまだ漢字読めない狩技あります。まあ、それは正直言います。まあ、でもねとにかくかっこいいです。狩技が決まった時のね、あの興奮っていうのはもう最高です。あとまあ狩猟スタイル、もう体験なのに好きにジャンプできちゃう、もう本当にすごく僕体験で乗りたいってタイプだったから、それが叶っちゃうと思います。もういろんな狩猟スタイルありますから、もうモンスターによって使い分けてもいいしね、本当にいろんな組み合わせがクロスしてね、クロスして最高に楽しめる、そんなモンスターハンタークロス、モンハンもうずっとプレイし続けてる皆さんはもちろんね、初めての方、初心者の方でも楽しめる、そんな素晴らしい作品になってます。ぜひ皆さんプレイしてください。はい、ついにモンスターハンタークロス11月28日狩猟解禁です。ぜひ皆さんモンスターハンタークロス発売日にしっかり G してもらってね、 G をゲットね、はい、ゲットしてもらってみんなで一狩り、二狩り、三狩り、百狩りどんどん楽しんでいきましょう。ということで皆さん、モンスターハンタークロス、みんなで楽しい狩りに行きましょう。ぜひ楽しんでください。それでは最後にモンスターハンタークロス。